こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はじゃーん、こちら。これから女子会に行くので女子会メイクをしていきたいと思います。イエーイはい、女子会メイクなんですけども、本日はですね、ちょっと女子受けもしたいし、おしゃれ感も見せたいメイクをしていきたいなと思ったので、ちょっとね、今日はブラウンで統一してるので、ブラウンメイクを今日はしております。はい、まあお肌とかは可愛らしいチュルンとした肌にしたいなとか思ってる、こうツヤ肌とかにもしていったんですけど、ちょっとね、今日はいろんなものを混ぜてメイクをしております。はい、では今日もよろしくお願いいたします。はい、ではそしたらこちらを先ほどに使っていきます。キャンディードールのブライトピュアベースラベンダーを使っていきます。やっぱちょっと女の子らしいこのイメージといったら、キャンディードールっていうイメージがすごいあったので、ちょっとねこれを塗っていこうかなと思います。下地はね、しっかりと手で塗っていきます。このラベンダーを塗ってあげることによって、結構くすみとかが飛んで、こう白肌っていうイメージになりやすいので、これを塗っていきます。で、これはなんかところどころ、こういうところとかがちょっとツヤ肌っぽくなるので、ちょっとねこれを選んでみました。やっぱ女子の中でもこう肌が綺麗っていうのはやっぱり結構話題になると思うので、何使ってるのとかって、そういうなんか会話とかもいろいろあると思うので、こんな感じでね、ちょっと肌を今日は綺麗に見せていこうかなと思っています。ではお次にこちらを使います。キャンディードールリキッドピュアファンデーションホワイトベージュを使っていきます。ちょっと今日はですね、新たな挑戦というか、ちょっとやっていきたいと思うんですけど、ずっと使ってなかったシリコンパフがあったので、ちょっとこれを使っていこうかなと思います。ちょっとね、こういうところにちゃ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 っと、おでこと、こことこことここに刺していったら、ちょっと塗っていきたいと思います。シリコンパフだと少量ですごい伸びるっていう噂なので、使ってみてます。で、なんか結構洗って使えるっていうので、なんか、ね、一時期有名になったものですよね。これ確か韓国から来て、でも意外になんか使いこなすのが難しいみたいな感じで書いてありました。使いこなすとすごいなんかツヤとかも綺麗に出るしみたいな感じで書いてありましたね。ちょっと私のやり方が下手なのか、ムラになるので、ささっと手でパワパワっとなじませますね。難しい、確かに難しいけど、少量しかリキッドファンデーション使ってないんですけど、伸びはすごい良かったです。こんな感じで結構この辺までしっかりと伸びてくれました。ちょこっと手でお直しすればまあいけるかなって感じです。これはまた洗って練習して使っていこうかなと思います。はい、量練習って感じですね、シリコンパフは。そしたらお次にこちらを使っていきます。はい、サナエクセルエクストラリッチパウダー2番ピーチグロウを使います。これはですね、ツヤっぽい感じなんですけど、これがですね、相当ね粉落ちがすごいんですよ。結構このビニール外せないレベルですね、本当に。ちょっと塗ります。これはちょっとパール感が入っているので、この間っていうか結構前ですけど、限定で発売したものですね。この辺のちょっとツヤ感をツヤツヤしすぎないように粉でしっかりとテカリすぎないように抑えます。はい、で今こっちこんな感じのね、ベースは終わりです。今日はですね、ツヤ白肌っていう感じにしていきました。でパウダーも最後パールが入ってるので、これは本当にね、よく見たらちょっとツヤツヤが入ってるかなっていう感じに仕上げていきました。はい、そしたらアイメイクをしていきます。使うのはこちらです。マジョリカマジョルカマジョルックイルミネーターブラウン788番を使っていきます。この一番上のクリームシャドウの塗っていきます。これも大きな粒のラメが入っているので、アイシャドウをまた違うアイシャドウを上から重ねていくとすごい可愛い感じになるので、これをまぶた全体に塗っていきます。これでちょっとツヤ感っていうのを目に出していきます。このクリームシャドウは本当に多分動画見てくれてる方はすごいわかると思います。一時期ハマりました。はい、今わかるかな、ちょっとテカリすぎてるかな、こ
こんな感じで今ね、ラメのクリームシャドウを塗りました。そうしたら、リンメルショコラスイートアイズの9番を使っていきます。オレンジっぽいブラウンですね。はい。この最初にこの一番上の部分をアイホールに塗っていきます。まずは私は、これはアイホール系に塗るのは手でよく塗ることが多いです。やっと見つけた。いまいち光のあれが見つけられなかったけど、今見つけられた。これだとよく見やすいです。色味が。ちょっとね、ベージュ系をね、しっかりと塗ります。さっきクリームシャドウを塗ったので、ポンポンポンっていう感じで塗っていきます。はい。では、そしたら今こう、ベースを塗っていったら、次にこちら、オレンジ系のブラウン、2番目のブラウンを、二重幅より少し広めに塗っていきたいと思います。このオレンジブラウンはそんなにあんまり発色が思ったよりもしないので、すごいナチュラルな感じに仕上がってくれて、すごいナチュラルメイクとか大活躍します。この色合いがね、すごい絶妙な感じで、すごい可愛いです。で、目尻もね、しっかりと入れます。結構二重幅よりも広めに塗りますね。予想される二重幅なんですけど、私は。結構がっつり重ねていきます。はい、今、ブラウンをのせました。そしたらですね、この3番目のこちらのブラウンを目の際よりも少し広めにのせていきます。やっぱりこのリメルの3色を使うとかなり漏れます。本当に。最近はかなりナチュラルめに仕上げていきたかったので、それの時は2色とかって言って使ってたんですけど、やっぱり絶対盛りたいって時は、女子会とかだとやっぱ写真とかたくさん撮ると思うので、私は100枚とか撮ったりするので、絶対そんな時は盛りたいと思うので、しっかりグラデーションは作っていきたいなと思います。今日はこんな感じで1、2、3段階に分けさせます。はい、まだこの辺はぼかさずにいきたいと思います。大まかなアイシャドウは終わりです。そしたらお次にこちらを使っていきます。インテグレイトのスーパーキープリキッドライナーブラック999番を使います。今日はブラウンにしようかなってちょっと思ってたんですけど、やっぱりブラックにしちゃいました。私的にも写真やプリ盛りたいなら、もうこのね、シュッていうこの目尻のラインが結構大事だなと思います。結構このラインがですね、あのプリクラとかシャメとかに通るので、このラインは私的にかなり重要です。はい、では今アイライナーを引いていきました。アイライナーを乾かしてる間にこちらを使っていきます。レアナニのオルナットブラウンを使っていきます。こちらが3ウェイタイプのものになっていて、まずはこのブラシですね、これで整えて、こちら、ペンシルの方でですね、目尻を描いていきます。この下の部分の線をね、しっかり描きます。こうペンシルでは足りない部分にガッガッガッと描いていくことが多いです。そしたらこちらの部分、これはパウダーがついてます。これは3ウェイタイプになってて楽なんですよ。これがこれ1本あれば本当に朝眉毛描かないで出た時とか、まああんまりないと思うんですけど、そんな時にね、すごい大活躍してくれます。ブラシでこの辺までしっかりぼかして、はい、ではこちらで眉毛は完成です。で、このブラシですね、ブラシでちゃちゃっとなじませます。はい、そしたらこちらを使っていきます。マジョリカマジョルカブロー&ラッシュカラーリストブラウン555番を使っていきます。こちらはですね、眉もまつ毛もカラーリング、眉マスカラだしマスカラとしても使えるしっていう感じで、気になりました。本当にこれこういう感じのブラシになってます。はい、どんな発色なのか、結構ブラウン、赤茶ブラウンって感じですね。これはい、こんな感じで今アイブロウをしていきました。この辺が眉マスカラ失敗しちゃった、今やばいやばい、ということでちょっとティッシュでお直しします。この眉マスカラ難しすぎる、やだ難しいよ
はい、こんな感じで今眉毛は完成です。はい、では眉毛を描いていったらビューラーをしていきます。そしたらこちらを使います。ファシオパワフルカールマスカラロングブラックの1番を使います。このマスカラは最近お気に入りで、結構ナチュラルな感じのマスカラに仕上げてくれるのですごいお気に入りです。カールを結構キープさせてくれるので、ほらこっち側とかも見てわかると思うんですけど、ここから見たらすごいカールが綺麗になります。これが結構やっぱカールがファシオって続くのですごい好きです。はい、今マスカラを塗った感じにはこんな感じになります。そしたらまつげをつけていきます。使うのはこちらです。ニッシュグルーミーアイラッシュナンバー12番スイートブラウンを使っていきます。もうね、盛りたいなら黙ってこれをつけるべしって感じの、本当にね私的にはこれが一番盛れるなっていうつけまつげです。こう芯も意外にこういう感じで固めなので、なのでねすごい二重になりやすいです。最近は結構半分のまつげをつけることが多いんですけど、まあ、そっちの方がナチュラルに盛れて綺麗な感じなお姉さんっていうイメージには見えるんですけど、このフルの12番をつけることによって本当にね盛れるんですよ。これがいつまでもギャルが抜けないみたいな感じなんですけどね、ちょっとしょうがないこちらですね、今フルの状態でつけます。はい、固めつけまつけるとこんな感じになります。ちょっとまだ青いのが乾いてないんですけど、こののりは乾かないでちょっとつけた方が持ちがいいと言われているのでつけます。なるべく目頭ギリギリ上向きにつけることを意識します。ちょっとのりをね乾かしていきます。はい、では今両目まつげをつけていきました。そしたら涙袋を作っていきます。使うのはこちらです。先ほどのマジョルックブラウン788番のこのベージュの部分を使います。はい、では今こちらですね、涙袋にラメを入れていきました。結構キラキラ感があるので、ちょっとねぷくっとうるっとした涙袋に見せたいときはこの涙袋の描くやつを使っております。はい、先ほどの眉毛を描いた方のペンシルですね、こちらで涙袋の線を描いていきます。結構ね女子受けの良いメイクといえば結構パキッはっきりした女の人っていうイメージがあるので、今日はしっかりめにねやります。こんな感じで今涙袋の線を描いていきました。涙袋の線を描いた後にまた先ほどのブラシでさっ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 と軽くぼかせばいい感じに馴染むので私はそうしてます。次にですね、先ほどのせっかくこれがマスカラにも使えるということだったので、こちらでマスカラを使いたいと思います。この眉毛とこの下マスカラが合ってるっていうのがすごいおしゃれ上級テクだなと思うので、私的にはここから塗ります。結構何回も重ねていきたいと思います。ここ今ねブラウンを重ねてます。はい、では今こちらブラウンのマスカラを塗りました。よく見たら眉毛と下マスカラの色が一緒っていうのがすごい可愛いなと思って、もうブラウンで統一していくのですごいおしゃれなこなれ感が出るかなと思います。シェーディングをしていきます。使うのはこちらです。マキアージュのアイブロウを使っていきます。ここのですねこのね2色を使います。このぐらいにしようかなと思いました。そしたらハイライトを使っていきます。使うのはこちらです。光りすぎかな。キャンディードールのイージーハイライトマシュマロパープルを使います。こんな感じでパープルが強いハイライトです。それを鼻筋に塗っていって、こういう細めのブラシで塗ってあげるのがおすすめです。今日はくすみを結構飛ばしたいので、このね
目頭のこの部分と鼻筋に細く、白を使うよりも紫を使った方が不自然な感じにならないので顎にも塗ります。ちょっとね、しっかりとハイライトは入れます。この辺にもね入れます。はい、こんな感じで今ハイライトを入れていきました。そしたら今日ブラウン系で仕上げたいのでこちらを使います。 AC プロコンティアシェーディングブロンズベージュを使っていきます。こちらがですね、こういう感じのシェーディングになっていて、ちょっと今日は血色感というよりも少しブラウンで締めていきたいなと思っているので、これでさっさっと使って手にちょちょちょっとなじませてから、これをねチーク代わりに使っていこうと思います。この頬骨のところに入れます。あまり入れすぎてしまうとちょっと骸骨みたいになっちゃうので、あんまり入れすぎずにさっさっさっと塗ります。はい、こんな感じで今入れていきました。そうするとシュッとしたイメージにもなりますし、こんな感じでねいい感じになります。でこの余ったものをこの辺にさっさっさっと、私はエラがあるので隠します。この辺にも塗りますね。このデコの四角になってるのでさっさっさっと丸く見せたいのでちゃちゃちゃっと塗っていきます。はい、そしたらちょっとこんな感じの、あ、オレンジなんですけど、セザンヌナチュラルチーク N1 番ですね。これをほんとこの付属のあれで手にかなりガーってなじませて薄付きにしてから頬の一番高い位置ポン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 ってさりげなく塗ります。あまり発色させずに、ほんと頬のとこだけです。さっきとつながるようにブラウンのと、あまり発色させるとブラウンメイクではなくなってしまうので、これは女子受け良いでしょうって感じですね。この辺に塗ります。はい、ではこんな感じで今チークを入れていきました。シェーディング効果もあるし、ブラウンで全部合わせていってるのですごいおしゃれ感も出るので、すごいおすすめじゃないかなと思います。はい、では次にこちらを使います。ジャンメイクステイオンバームルージュ T の04番を使います。こちらがティントタイプのものになっていて、限定だったのかな、なんだか忘れちゃったんですけど、ブラウンのねリップです。これが落ちなくてね、結構キャンメイクのティントタイプなので夏は絶対使えると思います。で結構シアー感が出るので、ほんとブラウンにレッドを混ぜたみたいな感じのリップになります。可愛いんですこの色が。はい、ではリップを塗っていきました。はい、ではこちらでメイク完成でーす。はい、では今回は、本日は女子会なので少し女性受けもするし、でもなんかこうちょっとねこなれ感が出るっていうメイクをしていきました。なので今日はブラウンで統一をしております。はい、これから女子会を楽しんできます。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。